皆さん、こんにちは。ですね、やっぱりこう、携帯でね、撮る方がね、落ちてきますね。はい。先ほどですね、ちょっとライブ配信させてもらったんですけども、まあ、少し事情を説明するとですね、ちょっと昨日、YouTube の方で、チャンネル登録者数が1000人以上いないと、モバイルで、ライブ放送できなくなりますという通知が来まして、これは別に僕だけじゃなくて、他の方全員、まあ、ちょっとって思ったと思うんですけれども、そんなわけでですね、ちょっとね、ショックを受けていたんですけれども、先ほど試したところ割とパソコンのウェブカメラでも、まあ、できることはできると。で、そのね、皆さんの力をお借りしてね、どういうこう映り方にした方がいいかとかっていうのも少し調整できたので、ライブ放送をやりたいと思います。で、どの試合をっていうとですね、まあもう皆さんねお分かりだと思いますけどもね、天王山ですね。日本時間で言うと、明日ですね、4月7日、3時45分キックオフのバルセロナ対アトレティコ、この試合はね、ライブ放送したいと思います。今回の一件でですね、僕のチャンネルを登録してくれた方と本当にありがとうございました。本当に助かっています。僕は正直そこまでこれまで数にこだわってこなかったんですけれども、やっぱこういうことがあるとね、正直、不便だなと思いますし、まあ、まあ、一個のね、目標として、とりあえずチャンネル登録者数1000人、まあ、目指してみようかなと。まあ、目指してみようかなというか、そこに行った方が、またこれ、モバイルのライブ放送もまあできるようになるわけで、いろいろね、便利で楽になるので、まあ、そういった意味でね、そこを、まあ、目指してみようかなと思っていますので、まあ、僕のチャンネル、まあ、今でね、見てくれてる方々、もそうですし、ちょっとね、こう、まあ、広げてもらってですね、まあ、僕もそうですけど、宣伝して、とりあえず何よりもね、このチャンネルをね、このコンテンツをより良いものにしていきたいと思っていますので、これまで通り、意見コメント思うところありましたら、じゃんじゃんね、こうコメント欄に、いただけると助かります。で、まあちょっとね、最近こうまた拾えていないところは追ってやっていきたいと思います。とにかく今日ね、今日というか、まあ、正確に言うと明日ですけれども、バサダヤトチコはあるので、まあ、この試合に向けて盛り上がりたいなと思いますし、これからもですね、この場で皆さんとフットボールについてね、語り合えたらと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。